皆さんこんばんはシャモンボーカルの有町雅彦ですえなりかずきです違いますいや失礼しました <laughs> 大山雅則でございますあんまり似てないっていうね、はい、ちょっと雑な感じではいきますよ定型文いきますよ,はい,よはいどうぞ、はい、この番組はタマプラザにありますイッツコムスタジオからお届けしております84.1メガヘルツ FM サルースより生放送そして YouTube からも 同時生放送ですよ。よろしくお願いします。そしてそして本日より東急田園都市線青葉台駅より徒歩五分一口餃子ビストロ様の提供でお送りいたします。拍手。えー、サルース、えー、サルースサルース。だいぶ流行ってるっぽいよ。ね、本当 <laughs> 本当,本当これ流行るでしょう。<段>言いやすいし、うん。普段もやろうよ。サルース、うん。サルースいいね。どうですこの二回目。 たった2回目でスポンサーついちゃうっていうねそうですよ皆さん前回ねスポンサーの話たくさんしましたらなんと騙されてくれましたよ美味されしい美味しいよありがとうございますいや僕らもねいつもこう使ってるお店なんですけどもこのビストロさんのお話は後ほどゆっくりねしたいと思いますけども2回目ねううんん 先月はね、あの初回はほら開局記念日だったでしょ。そうですよ。そうそう記念すべき日に電車止まるって言わないの。言っちゃダメなの。言っちゃダメなの。いやいやでも大変な日だったんですよ。大変だったね。遠かったね。やっぱりね、あの見に来てくれてる人も帰られなく帰れなくなったそういうこと言うとまた止まるので、有馬次が言うと有馬次言うと止まるからさはい。まだねこれからあの三月まで何六四回あと四回あと四回もありますんでね。はい。 もう一回ぐらいは止まるぜきっとやめなさいってやめなさいって大丈夫ですよ安心と信頼の東京電園でございますからねフォローが遅いけどねちょっと遅かったまああの二回目なんで初回はねちょっとねはっきり言ってバタバタしましたよバタバタしてましたねなので今回はちょっとゆっくりちょっとゆっくり落ち着いてお話ししようかなとそうだねはい いろいろネタも考えてまいりましたので、はい、ええなんかあれですか。まあ YouTube 見てる方はねご存知かと思いますけれども、先月はね私白黒でした。今日は赤黒で。それ何？そうなんだ。そうそうそう。考えてるんだ。うん。あのね、そうそうそう。YouTube ほらだから映ってるじゃん。うんだからもうあの洋服考えなきゃいけないと思ったんだけど、我々あの T シャツ作ってるでしょ。T シャツでやろうかと思ったんだけど、季節感ないなと思って。 おにぎり好きな人見たくなっちゃうからねやめようそれもっとないじゃんでもほらそうすると毎回洋服考えなくていいかなと思って確かになそうそうそうあじゃあ何来月は何色のしま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 をトレードマークにねあるんだなでまあパンキッシュでそういうことですよでもちょっとあのそうローズのねローズのこの色とかぶっちゃってんかそういう T シャツ着てるみたいになってるんでひっくり返せばいいのかなはいあのね うん、まずねこの僕これ作ったんですけどね,ポップね僕のスタジオローズねであの、えー、ビストロさんのえ店主の方が「まあ、こういうのを作ってください」って僕言ったんですよ。で有馬市さんがあの「徒歩5分」って嘘つくんだったら僕も嘘つきますっつって徒歩5分。<laughs> <laughs> でも急ぎ急ぎ足だと5分ぐらいでいけるんじゃないかって感じなんだけどねスタジオローズの向かいにあるのでそうだねそうなんですよ激近カ激近なのでだからまあ共に嘘ついてます5分でまあギリ頑張ればつきますものすごい足の長い人だとね5分でつきますけれどもでもめちゃくちゃ歩いて飲むとビール美味しいから美味しいんだよね え一口餃子なんですけど、焼き鳥が美味しいお店です。一口餃子まずいみたいじゃない。いやいや、そんなことないんですよ。いや、何食べても美味しいよね。そうそう、本当ね。一番美味しいのはお水です。え、ひどいな、それ。降りちゃうよ、そうそうそう。本当、なんでも美味しいよ。お腹いっぱいになりますよ。はい。うんうんうん。まあ、あの、後ほどゆっくりもうちょっとね、ビストロさんの話をしたいと思います。はい、なんせね。ヘビーユーザーですからね、我々。まずは、じゃ、あの。ビストロさんの紹介もそうなんだけど。はい。 自分のね紹介もしなきゃいけませんので、ねうん、あ,れあれね CD で出てますけどね、はい、CD でこれ出しましたんでね8月24日かなそうだね発売しましたトグマジャパンから発売しましたはい、えー、こちらからですねまずは B 面、うん、カップリングのパステルの石畳聞いてもらいましょうどうぞ 8月24日に特番ジャパンよりリリースされました僕たちシャーモンのニューシングル「ゆりかごからカップリングのパステルの石畳」聞いていただきましたありがとうございますこれはこれでねいいじゃないですか、はい、うんしかしあれでし,しかしん何ですかここでもね何回も趣向いますがこの番組は東急田園都市線青葉田駅徒歩5分一口餃子ビストロの提供でお送りいたしておりますありがとうございます スポンサーさんねあはどしどし募集してますんでねまだまだまだあれですよもうね。我れこそだと思わん方は派手に宣伝させていただきますからあのねそうそうそうビストロさんの店主はねトシ君ん。われわれトシ君んと呼んでてこれもトシ君が作ったんですけどね電話番号ねここにありますので「0453504482」ね。 ぜひ一度行ってみてほしいな絶対ね気に入ることねもうね受け合いですよだし<私>、うん、ほら今ここにも書いてあるけどち,ょっとちっちゃくて見えないか忘、うん、年会ねシーズンだねそうそうそう宴会、うん、ご予約あの承りますんでぜひお電話してみてください皆さん、はい、あのねじゃ、うん、ちょっとここでビストロの話するビストロしは、うん、ビストロねい でビストロね知らなかったんだよね俺読めないねギョーザ子ギョーザって言ってたんだけどそうそうそうあのねえ僕たちも僕のスタジオローズでリハーサル終わった後に大体必ず行くね行くねリハーサル後は炊いてきます決起集会決起集会ですよ行くぜっ言ってそうそうそうあのね お座敷違うあれなんていうの個室個室だね個室があるんでそこそソーシャルディスタンスもちゃんと取れるという個室っつってもね20人以上入れるそうなんだよなあれ何畳ぐらいあるんだろうね結構広い12畳以上あるよそうそうそうんかおばあちゃんちいた感じの海の家的なねそうそうだから大勢で行かれてもねいやいやもちろん普通の店内もいいんですよおしゃれなねおしゃれな感じでそうそうそうカウンターありボックスありお座敷ね まあ僕らはお座敷がお気に入りですけど料理のお話をしないでよ料理ね一口餃子ビストロって言ってくださいって言われたんですけど一口餃子あんまり食べないねそんなことないか必ず食べるよ食べるか量もちょうどいいしほら水餃子と焼き餃子のセットのさあれいいじゃないそうねううううん。そそそおいしいの柚子胡椒で食べるとねいいですよお腹空いてきちゃった言ってくださいうん 5時からかな確か僕ら開く前から行ってますから待ってるんだからやってるっつってねもうやってるタイティーってそうそうそうあの何だから一応基本的には一口餃子はビストロになってるけど鶏料理かなそうだね鶏料理美味しいね焼き鳥だったりんだろうな僕はあのタルタルチキン南蛮そうそう あのまあ,あのだから焼き鳥屋さんなのかなって思っちゃうぐらい焼き鳥みんなみんな大好きなあのポテトフライが山盛りですごくおいしいあれねバクバク食べちゃうもんねあれねあれなんでおいしいかね聞いたんだよねほらあのフライヤーにお肉のいろんな味がもう油に入ってるんだってその油で揚げるから味が隠し味的なそうそうそうおそいうしいらしいよ、えー、まるで人生のようだね <laughs> 隠し味いろんな隠し味が。<laughs> あとお酒の種類も豊富だよねすごくね。そう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 。あの、うん、メニューに載ってないものもね、あの、うん、わがまま言うとね、何でもやってくれますんで。<laughs> わがまま言う。と <laughs> いやでもね、いろんな対応してくれるとし君。そ優しいとし君と、そう。可愛い可い愛い,いアルバイトの猫子たちがね、あの素敵な笑顔で。ね の子たちかわいいそうそうそうかわいいまま入れ替わっていくよねんかだからわかんないんだよねそう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 君いつからいたっけみたいなそうそうそうでも大体が大学生なんだってだから大学卒業するとやめてそう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 歴代のそうそうだからもう仕事覚えたらやめてっちゃうからねもうねそうかいいいいそうだえ休業はないんじゃないかな確かホームページ見てくださいそうだねうん で、ガセネタを言うわけには、生放送でガセネタを言うわけではいかないからね。うん、うん、うん。まあ、あのー、宴会予約受けたまってるらしいので、ガンガン電話して、みてくださいね、うん。はい、そんな感じで、スポンサーどしどし、他にもね、募集しておりますので、はい、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このぐらいのボリュームで、毎回、あのね、あの、はい、宣伝させていただきたいと思いますので。はい、かなりいいと思うよ。俺、あ飲食店じゃなくてもいいんだよ、別に。あ、そういうことか。そう、なんでもいいんですよ。ご商売やられてる方でもね。うん、はい。別に、あのー。 普通の方でもいいんですよ。そうだね。お金を出してくれれば。彼女募集中と。そうそうそう、何でも言いますから、ここに。はい。はい。確かに。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よ本当にね。うん。さあ。え時間は。まだ大丈夫ね。大丈夫よ。5分あるよ。まだね。今日はね、バタバタしないように。そうそ喋りますからね。まだ喋ることいっぱいあるからね。そう。あのね。うん。話変えていい。どうぞ。うん。あの。ジギーね。みんな、みんな大好きジギー。 みんなが大好きかどうか知らないけどねでもみんな大好き焼き鳥の後みんな大好きジギああいいねそうそうそう大衆的で大山さんは元ジギね皆さんご存知ですい。ご存知の方はご存知かもしれませんがかの有名な「グロリアンのジギ」ですよ皆さんそうそうそう宝見台屋さんと呼ばれてますけれどもね宝見ヤをずっと歌い続けて35年でもね

岩手県です。ピンポンピンポンピンポンでございます。チリは大丈夫だったんでね。大丈夫です。盛岡にですね、はい、なんか何年ぶりだろう。多分二十のこれ何年ぶりだと思うんだな。そんな？うん、まあそうだね。でね、ワンコそばを食べたことがないんですよ。あ、すごいですけれども。冷麺じゃなくワンコそば行くんでね。ワンコそばがいいですね。<あ>うんうん。あのな、ー、んで行くのかもう聞いてる人わかんないかもしれないけど、このあのジギーのええー、トリビュートバンドさん。 そうですね、はい、それとこのね「あのボーイという伝説のバンドがありましてですね、はい、その高橋誠大,大先輩とこの私がですね、うん、一応ダブルヘッダーじゃねえやその,そのトリビュートバンドにご本人様が入るっていう、うんまあ、てイベントがねちょっとやらせていただこうかなとあるんですけど、はい、僕があのジギーが大好きだったので盛岡にも行きたかったので歌わせろと。 そうね立候補してくれたんね言いましてありがとうございますお呼びだいたんで行かせていただきますよろしくお願いいたしますはいぜひぜひそれがね22日ですね22日そう11月22日もう間もなくなんですよそう火曜日ね祝日の前の日ねそうですね祝前日ってやつねそう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 これだからほらコミュニティ FM だけどアプリで聞いてくれたり YouTube で見てくれたりてる方の人も いいかもしれないのでぜひぜひ盛岡カモンカモンカモンですよカモンですよはいここのフェイスブックとかね見ていただくと情報が詳しいものってますんでよろしくお願いいたしますこれでもうあれよ19グロリアぐらいいっちゃうからねいっちゃうねっちゃいますね年内あと2回あるから20グロリアだな20グロリアその間にセクションがまだあるんだねそうだね相当楽しそうなイベントでいや楽しみ盛り上がりますよはい 僕あの本当にあの、ね、よろしくお願いしますよはいなんだろうな、うん、カバー、うん、カバーっていうのはほらあの責任がないからね <laughs> <laughs> 楽しめるんですよまあ <laughs> 間違えようが何しようがいやよく思い切らなくてねって俺そうはいかないからねそうだよね本人だもんねそうなのよ,そうな,のよ、はい、そうなんですでもやらかすんだけどね時より、うん、あのでもあの、うん、なんだろうな。 みんなほら高校生の頃とかね、大学の頃とかこうコピーしたじゃないですか。はいはいはい。そういう気分もね、まあちょっと味わえるあのイベントで僕はだからあのすごく楽しみなんですよね。あ確かにね、そうだよね。あとわんこそばね、すごいけどね。わんこそばはだからあれよ、本番前に食べたら大変なことになるよ。全部入っちゃうからね。たまらんな。本当も。でも終わった後食べに行ってもきついから翌日行きましょうね。あの東京に戻る前にあお昼ご飯。 として、でも冷麺も食べたくない。食べたいね。冷麺も有名だよね。そうだね。食べたいものだらけ、もうぐるぐほら、もう食いしん坊だからさ。そうね。いつもお腹空いたって言ってますからね。いつも空いてるの。実際。今育つんじゃないか、いや、育ち盛りだからね、本当ね。まだまだ育ちますよ。そうだな。じゃあ、そんな感じでね、あの、盛岡に行きますんで、皆さん、あの。 迎えてください。よろしくお願いします。東北近郊のね、方もね、別にあの遠征組の方たちも。あの、ぜひ。そうだよ。こっちからも見に行く人もなんかいるみたいだから。二時間ちょいでね。いけますよ。ぜひぜひ。近い、近い。はい。お待ちしております。ね。よろしくお願いします。うん。で、この中でだと、時期の曲かけるかと思いきや。思いきや。そうはいきません。いきませんよ。これかけますよ。皆さん。はい。うん。八月二十四日、クマジャパンよりリリースされました。二十二年ぶりのシャモンシングルです。聞いてください。ゆりかご。 8月24日、トクマジャパンよりリリースされました、僕たちシャーモンのニューシングル「ゆりかご聞いていただきました。拍手。ルース。ルース。うまいよ曲曲送り。あ曲受け？曲受け。うまいな。そうかい。ありがとうありがとう。はい。久々に聞きましたよ。うん。はい。いやもっと聞けよ。そうね。もっと毎日聞けよ。そうね。歌えよ。練習しろよ。ライブライブ近いんだから。そう。ライブはね皆さん。 うまい流れですね。ライブが近いんですよ。ライブ近いですよ。いつですか？はい。ええ、12月の4日日曜日です。日曜日ですね。場所はですね、下北沢にございます。モザイク。モザイク。知ってますか皆さん？まあ知らない人も多いかもしれないけど。いやでもそうでもないかな。モザイクもな長くね老舗になってきたからな。古いでしょ結構。割とね。オープンの時からね俺いるからね。あ。 そうだったねそうなのオープニングでやったんだよねそれなんか見に行ったかも見に来てた気がする白いなこのライブハウスと思ったもんそう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 白いね素敵な天井が高めのね、いいライブハウスなんでねこのモザイクも宣伝してあげたりなんかしてねそうねスポンサーになってくんねえかな四日に相談してみましょうかそうだね沿線違うけど い,やいいいいいやんじゃなな関係ないでしょそうだよなうん、うん、だって我々がねまあまあまあこれさえて見えてる見えてる見えてる <laughs> やばい。うん はい、そう4日ねえーうん、あのなんだまだエアジャんもう決まったんだあのやることは決めましたやること決めました、はい、曲、はい、演目もねもう決まってましてあとは仕上げるだけというね、はい、練習のみですね練習のみやることをやってね、はいうん、今日さこのサテライトスタジオじゃん目、はい、の前にさこのあの 空港ですごい混んでる時ディズニーランドとかでさ人の流れを作るこの「どうせここに並んでください」って言ってそれがいきなりセッティングされてるからもう観覧希望者そんなにいるのかよと思ったんだけど隣のミスタードーナツだったらしいかが発売したんでしょよね。早くね観覧希望の方がね皆さんこうやってねご覧になれるようにねそういう世の中になりますようにもうすぐだと思いますけどねって言ってたら葉っぱ来てるけどね。 まああのこの12月のライブもねあのその辺のことはきちんと気をつけつつ僕らはやりますんで安心してね <うん S 2> あの来てほしいなとはい我々のライブは非常に安心でございますからそうそうはい,はい演奏をヒヤヒヤするとこあるかもしれませんけどういやいやいや<笑><笑>はいあの配信もありますけどうん お近くの方はね、なるべくもうそろそろね、会いに来てください。僕会いに来てほしいですね。うん。会いに来て会いに十ですよ。本当。言うと思いました。やっぱり。はい。うんうんうん。さあ、ぼちぼちエンディングが近づいてまいりましたけども。今日もね、あのね、メッセージがね、あ、いただいてんの？はい、メールいただいてます。えーとですね、これはね、東京お住まい東京のブロンディさんから。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。 あとはポチさんは愛知県、愛知県、愛知県長屋、アーカイブ、とても助かるって、ずっと見られるからね、あとみっちょん、一応、金魚は悪いらしいけどね、みっちょん様、フロム東京 o k y o どもどうも。ありがとうございます。シャマンの曲、どれも好きなんですけど、ミッドナイトブロッサムとフラインザスカイが聴けると、やったってできますって、るかります。ねあとは様川県うどんです ちゅるちゅるって響きはいいですねなんかね何でも何でもちゅるちゅるがいいから何言ってんだこれ危険だ危険だありがとうございますあにも来てるんですけどちょっとお時間の関係で言えないかなまあ毎回ねメッセージ受け付けておりますんでんか僕らが喜びそうな言葉書いてくださいよいやいや知った激励のね知ったの方でも全然構わないですよ知ったあんま苦手だな。 君はねたり、はい、弱いからね。はい、激激でよろししくお願いいいたしますは今日はね、えーうん、初めてのスポンサービストロの話、えー、ちょっとこれであの何、ー、でしょう近隣のね皆様き飲食店の方々もいやこんだけ宣伝してくれるんだったらちょっと。 そそそうううお願いしてみようそうよあと四回放送ありますからはいぜひもうお値段はお相談ということでそうですよすげえ安いよね正直ねうんそうねコスパ高いと思いますよそうそうそうですよはいあの気になる方はスタジオローズ電話くださいスタジオローズの方に僕は出ますんでこの男がダイレクトで出ますんでいきなりお金の話しますんでよろしくお願いいたします 肝心なところからね。ダイレクトに答えるように。大事大事。あの僕らはね、これこれねよろしくお願いします。あの大事大事に歌い紡いでいきたいと思いますので。長く長く愛される作品になってくれればいいなと。よろしくお願いいたします。人の宣伝ばっかりねしててもしょうがない確かに確かに確かに。さあまたバタバタになりそうなんでね。はいこの辺からね。はいはい。ちょっとあの終わりに向けて。そうだね。はい。 いやなんだろうでもなんでしょうねなんせやっぱスポンサーさんにねお役に立てるってことがとっても嬉しいなと思ってますんで、はい、そうですそれにつきますじゃあ今後もね、えー、来年の3月まで、はい、よろしくお願いいたしますということで言いますよ最後にじゃい,いよ、はい、シャモンエブリバディは 東急電都市線、阿波大橋と保護風、一口餃子ビストロの提供でお送りいたしました。次回は来月12月15日木曜日、また18時ね,18時ねお会いしましょう。はい、お相手は有馬雅彦と、どうもこんにちは。違います。大山正則でした。さる。<ー>